うですおはようございます。こんばんは。え、農家との編集でお送りしています。1分間委託。今日も常年つくサチャンネルのニースのトロガから、この中東情勢ですね。この、バイデンが第5次中東戦争を防いだ、どうする中東情勢、イスラエル首相、戦線復刻と発言。アメリカは降伏攻撃には関与せずと明言ということで、常年つくサのチャンネルの方から、この えー、この、ま、いろいろと、この、専門家というかこ、えー、この、え、この、え、まあ、イランも撃って、この終了とか、あり、ありますけど、まあ、実際、この、えー、ネタイル首相が率いる、この、えー、この、閣議で、この、えー、イランに対して、この、報告はするということを、全会一致でしてますけど、どういう方法でするかということは、まだはっきりしてませんけど、 まあ、ガザーに対するこのニュースでド、まあ、動員が出たとかいうことで、えー、なかなかこのヒ,ヒズボラに対する、うん、先生ですね、えー、なかなかこの中東、まあ、経済、えー、ジョネさんも経済評論家として5分間でしてましたけどこの えー、この世界情勢ですね、えー、今本当に、えー、ウクライナ情勢、えー、ロシアが、えー、このウクライナに侵略して、またこの、えー、ハマスが、えー、このイスラエルにテロをしてからのこの地方と、そして、えー、イランですね、もともと核兵器、このイランは、うん アメリカまたこのイスラエルを、えー、亡き者とするそういう考えですね、えー、これ捨てていませんねこういう、えー、アメリカイスラエルを排除するということでイスラエルもこのイランに対してはこの脅威ということでそういう認識ですね今回、えーまあ、イランが飛んだをこの、まあ、無人機ミサイル巡航とこの サウジとヨ,ヨルダンは、えー、この空爆してますね、勝手に上空に飛んできてますので、えー、まあ、バイデンさん、えー、ジョーネさんには国際法を無視するこのイラン、イスラエル、この報復合戦ですね、現実はそういう、えー、流れになってますね。えー、ままたたイランンもまたヨルダンに対して、この えー、強い牽制していますね、えーかえーまあ。イランが勝手にそういうサウジとこのイランのヨルダンの上空を飛んでいますので、えーまあ、どっちみちイスラエルが撃ち落とすのに協力して、えー、今回このサウジヨルダンそしてイギリスですねイギリス戦闘機もそしてアメリカの戦闘機もそしてこのアイアンドームそういうイスラエルの、うん、ですねまたこのイエンメンからもこの えー、この風車によるこの攻撃も確認されていますね、今後どうなるか、えー、第5次中東戦闘になるか、えー、まあ、収まるだろうというのが大方の予想ですけど、どうなるかはっきり分からないですね、えー、こうなるか、このウクライナ情勢と合わせて、この中東情勢も気になるところです。はいえー この14日かさ3年のニュースのトラガーのこのサムネススラを確認して投資させていきたいと思います。バイデンが第5次中東戦争を防いだ。どうする中東情勢。イスラエル首相宣戦線布告と 発言。アメリカは報復攻撃には関与せずと言、言命。まあ、まだ流動的ですけど、どうなるか、本当に、えー、今日、どうなるか、本当に、えー、どっちに行くかということで、経済ですね。特に、原油株価、また日経平均、まあ、経済もそういう、えー、この安全保障とつながっていますので、引き続き、えー、ここ、2、3日、4、5日、1週間、本当に、 えー、この、注目、目が離せません。えー、マサトです。えー、引き続き、情熱草チャンネルのニースのトラガーをチェンクしていきたいと思います。えー、マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。えー、またあ、一緒に聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いします。次回の1分間委託でお会いいたしましょう。マサトでした。終言です。パションプロジェクトシャロム、シャロム、シャロム。